入るかな。ごめんなさい、暴れてしまう。ハンバーガーさん、こんばんは。うまい。グラブル VS とは、あ、走れてない？芸が出たんですね。なるほどなるほど。あぶねしまった。今やってるのはアピコン操作でインターネットブラウザの方も。あら、そんなことあるんですね。なんかあるんですかね。自分がそれがなったことないんでわからないんですけど、うん、鉄拳以外は興味ないですね。興味ないというか、多分なんだろうな。
情報はあまり何だろうね、ジャブジャブはそのジャブつなぎの方なのか、ジャブじゃないな、蛇影剣の方なのかによりますね。むずいんですよね。ちょっとシャオやりづらいんだよな。頬に当たる技が少ないんですよね。ああうまい、ライトゥー。リロイは弱体化してから使います。合わせられる。やめて。長い。出ない。ジェイストボールバウンドしない。スーパー強キャラ4キャラですからね。サイミーとは判定とやられ方が違いますかね。サイミーはスクリュー後みたいになるんで当たり方が。お、小次郎さんアモーレです。あー入らんぞ、ミスったな。わい、終わるかな。
あーうまい。お、ランゴンやってます、小次郎さん、ついに。はい、そうですよ。やばいやばいやばい。熱波のふりして。これがね、落ち着こう。ナイス。ジャブつなぎか。六六の後にしっかりニュートラ入れるとかですかね。しっかり手を離さないと安定しないですからね。あー今の芯入れるとかやったな。遅らせ中断。リズムを覚えるのがすごく大事です。66ジャブ、66ニュートラジャブ。ああ、よし、オッケー。あえて。なんだこのコンボは。コンボ忘れてるよ。うまい。好転しよう。2LK と思った。あーしゃがんだ。ごめんなさい、まさつった。ライト潜る。うまい。届かない。暴れよ暴れよ。
おお、なんだこれ。うまい。いかんねもかっこいいですね。ドライブまで絡むとすごい減るんですよね。久々の陣です。おお、なんだなんだなんだ。うまい、ミスった。届いてない。膝構えか、最速じゃないのは。
入るかな、ワンツーハイから入るか。よかった。うますぎ打ち。ワザスカが多いな。なるほど。今のハイキックはないな。うまい。あ、お嬢さん体調は大丈夫ですよ。ライブ拒否。三島っぽかったですよね。確かにタックまでが4から確か陣って変わったんですよね。なさいみりをこういう打ち方をシャボー相手に仕事したらダメだな本当に。ちょっとどっしりせんとな。さんありがとうございます。頑張ります。来た来た来た。ちくわ悪いな。素直。4
あぶねー、確定しそうやった。ゆういちさん、こんにちは。うまい。いやー安い。相手が名前シュビさんかな。簡単に見えねー。強いですね。ジャブは潜る。シューティング系でしないとダメだな。カウンターをめちゃくちゃもらってる。全然できない。もうダメだこれは。全部斬新いった方がいいな。うまい。あー長い。
ジャンピング、威嚇拒否。ほうの青ラゴ要素、あーリレイ溜めたらガーフになるやつですね。コスチュームかっこいいです。アザス赤黒って結構かっこいいですよね。いやマジでお気に入り食らってしまう。お、なんでやねん。エアジョーダン、エアジョーダンがわからないですね。いいハイキック、出てない。しゃがんだ。エアマックスもちょっとわからないです。相打ち、うまい。こんばんは。
ホラゲー配信はしないですね。ナイキの靴なのか。なるほどなるほど。あ、実はナイキですね今。危なかったな、左かかとから左を越し、しとかないと安定しないんで気をつけんとな。B2C マジンアゲイン。Thank you。スライディ。はい、そうですね。Steam 海外の方めちゃくちゃ多いです、本当に。配信とか見てても大体 Steam な気がしますね。これ 100% カウンター食らってるな。構えとかを使った酒性能とかじゃないですかね。こうやってみると普通の横移動も結構避けるな。違うコンボが。ダメだ、もうこれに反応してしゃがんでしまってる。なんでだろう、全然ダメやな。また右回しで拾っちゃう。落ち着け。膝拾いを意識したいな、本当に。
見えて嬉しい、よかったです。でももう自分の陣今ひどいありさまですよ。モーション全然違うんだけどな。どう抜き、コロナ対策、具体的にどう対策があるのかという、マスクはしてますけど、アルコール除菌とかですかね、うがい。うっそー、入らないことあるんだ。マスク意味ないのか、どこ行っても今マスク売り切れですよね。目からも感染、とんでもない。ケロットに避けて使ってますが、ミスが多い。行動なるほどなるほど、
そうなんだ、漢字すら読めないような難しい言葉が出ておる。無理ー、その二択。おお、いい角度。詳しいですね、素晴らしい。あんまりしなくていいのか。でもちょっと家のマスクはもうほぼなくなってて、コンビニとか行っても売ってないんで、どうしようってなってましたけど、あまり気にする必要がない。えらい。
うえやろばばばあぶねえ、膝パンマン通杯が入らんやった。右にずれたら入らんのか。ナイス。うまい。あ、まだ当たる。軸が悪い。えらいな。安っ。韓国式。あ、小次郎さんありがとうございます。いつもめげずに頑張りますね。お、角度。入らんか。いやー、シウン飛びに何蹴りが出ない。
怖いな。要害です。いいお辞儀します。恐ろしい。病気にはなりたくないですよね。つい最近生命保険入りましたからね。ついに。出た。距離は、すごいところで。体力栄養補給が大事ですね。おお、韓国式で死んでいくか。栄養すると十分な睡眠、睡眠大事ですよね。ユンケル、要するにユンケル飲めってことか、うん、任せてください。まだ冷蔵庫の中にはユンケルがあります。うお、アルティメット右投げが。
あえて。最近はあんまり鉄拳やる時間がないですね。リアルに10分の1ぐらいになった気がする、去年の。10分の1は言い過ぎなのかな。いいことなんですけどね、取材とかの仕事が増えて。ただ強さを維持するってのに関しては難しいのかな。練習方法を多分改め直さないといけないです。エナジードリンク系は自分本当に普段はあんまり飲まないようにしてますね。コーヒーは飲むんですけど、2ハイでしょ。何やっとるん。あ、ゆうひさんおやすみなさい。いろいろありがとうございました。教えていただきまして。うますぎうち、なんかこのただ自分やっぱだらけた時間が、例えば起きた時にこう YouTube ちょっと見ちゃうとか、そういったちょっとだらけが自分まだあるんで、そういう時間を鉄拳に全振りすれば多分いいんだろうとか考えたりしますけどね。起きたら、起きる時となんか寝る時って YouTube 見ちゃうじゃないですか。なんかもったいないんだろうな。うわー、届かんのかい。一撃大事ですかね。もういろいろ考えるんですよね、どうするのがいいのかとか。うえー、息抜きするには何がいいのかとかもね、最近考えるんですけど。
もう、ほほー。趣味も鉄拳、趣味も鉄拳、仕事も鉄拳ですよ。